それでは次の曲は、T さんにディレクションしていただいて、カバーソングとしてリリースさせていただいた Baby I Love You という曲を歌わせていただきたいと思います。それでは聴いてください。 Baby I Love You。Thank you.